こんばんは、速稼塾の久保です。今私のメールボックスをご覧いただいてるんですけども、一番上にゆうちょ銀行って出てるのが見えますかね。はい、改めまして速稼塾の久保でございます。ゆうちょ銀行に入金のご連絡ですよっていうね、メールフォルダーが私の一番上に出てます。22時7分のことです。これなぜお見せしたかというと、実はね、私ゆうちょ銀行に入金があったら、こういうふうにメールで知らせてくださるようなサービスを設定してるんですよね。そして私のゆうちょ銀行には実はですね、例のやつからしか入金が起きないんですよ。で、今気がついたらこんな時間にね、私のゆうちょ銀行に入金があるんですよね。おそらくこれは9月に申請した返礼金が入ったんではないかなと思います。まあ、というのも私はね、例のやつの返礼金とかいちいちチェックしてないっていうかね、見てないんですよね。すでにもう、退会したつもりではいるんですよ。先月もね、で大会をしようかどうかっていう風なライブ放送しました。結局いることにしましたけども、もうあんまり例のやつでお金を増やすこととかにはあんまり期待してないような形でございます。期待してないっていうのは別に危ないことがあったわけではなくて、私はそのフェーズを抜けて今はインドネシアの銀行にどんどんね、資金を振り向けてるところなんで、例のやつはここまでね、5年間、6年間、ご一緒させていただいてありがとうございますと、私の目標金額は行きましたんで、ここで、まあ、一旦ね、離脱しようかなというところでございます。まあ、結局は最低金額を入れて、会員としてはね、これからもやっていくことにはなりますけども、さあ、ここでですね、例のやつについて、なんで今回この放送したかというと、例のやつのお話をする際に、私はね、漏れなくこの話をしてます。例のやつはお金が増えるだけと、リスクが2つあります。それはですね、人間関係ができませんよと、人脈は広がりませんよと、で2つ目はビジネスのですね、センス、ノウハウは身につきませんってことなんですよ。お金が自動的に増えることがリスク、ね、これを今一度ね、認識していただきたいと思います。要するに自分が何も操作せずに増えるってことは、自分の意識とは関係なくそれが行われてるってことなんですよ。これがなんで恐ろしいかってことをやっぱりよくね、考えなくてはいけません。自分が関わってない以上、自分の力で押し上げたりとか引き下げたりとかできないってことなんで、誰かに完全に操作されてるんですよね。で、私はリスクが2つあると言いました。1つは人脈が広がりませんと、もう1つはビジネスのテクニック、ノウハウ身につきませんってことですよね。普通仕事をしているとかお金を稼ぐことに組みしていると、人と協力しないとやっていけないから、人脈って自動的にできると思うんですよ。そしてですね、いろんな失敗とか成功とかの中でですね、人間関係の中でビジネスのセンスってのは身についてくると思うんですよ。いろんな失敗を踏み越えていくわけですから。でも例のやつに関しましては、勝手に増えていくところだけに依存していると人脈も広がらないし、ビジネスのテクニックとかノウハウも身につきませんよね。だからここにリスクヘッジをしましょうねってお話をたびたびしてるわけなんですよ。で、私がどういうふうにしてるかってことを言います。まず人脈に関してですけども、事業説明会にしつこいぐらいに行きますよね。私の住んでる町には事業説明会ありません。ですんで遠いんですけども、もう私は20回ぐらい行ってますね。で、事業説明会で参加した人との関係を作っていくんですよ。そして事業説明会でお話してくださっているスピーカーさんとのご縁も作っています。これはね、別にそんな方法があったのってびっくりすることじゃなくて、一つのその会議に参加したら、事業説明会参加したら、誰と名刺交換するのも自由だし、スピーカーの人に、いや、今日の話良かったですよ、名刺交換させてくださいっていうのを、LINE ID 交換させてくださいっていうのは別に普通にやれることだと思うんですよ。だから事業説明会に行ってこれをしてないっていうのは、あまりにもちょっとこう、まあ怠慢ではないかなと思いますし、リスクヘッジを軽視してるんではないかなと思います。プラス、事業説明会にも行かないっていうのも問題だと思いますよね。で、事業説明会に行けない方もいると思うんですよ。じゃあ行けなかったらどうするのかってことを考えなければなりません。事業説明会に行かなければ一定の情報は手に入らないわけじゃないですか。自宅に勝手に情報が届くっていう風な、そんな甘い世界を期待してるんだったら、それはどこにもないってことなんですよ。ですので、必要な情報は待っておけば届くものもあるし、取りに行かなければならないものもあるっていうのは、これは別にね、私が言うことではなくて当たり前のことだと思うんですよ。で、事業説明会に行く、ラリーに行く、コンベンションに行く、パーフェクトじゃないですか。でもそれができなかったら、事業説明会なんなりでね、人脈を使って行った人から資料を送ってもらうとか感想を聞くってことは誰でもできると思うんですよね。じゃあそういうこともせずに、会社から情報が届いてませんとか言って文句を言うのは、あまりにもね、自分の大切なお金を預けてるとは思えない人の言動だと私は思うんですけども、いかがでしょうかね。それとも
そんなことは久保さんそんなに堅苦しく考えなくても、勝手にお金が増えて勝手に情報が集まって勝手に人脈ってできるもんですよって考えてるんだったら私は間違えてると思います。私はね、何も例のやつに限ってこういうこと言うわけじゃなくて、何に対してもそうだと思うんですよ。私は今仕事を持ってませんし、会社に出勤してるわけでもありません。でも人脈はどんどんできてます。なぜならこうやって放送してるからなんですよ、ね、放送すればやっぱりね、見てくださる方もいるし、メールも来るし、いろんな関わりができてきますよね。で人脈作っていけばいいと思うんですよ、うん、だから人脈がないっていうのはすごくね、自分の人生に対して、あまりにもねちょっと軽視しすぎてるかなというふうに感じるんですけどもね、それからレイナーズに参加してダウンラインを抱えてらっしゃる方ね、紹介者がいる方、自分のダウンラインが家族とかお友達とかいる方ね、ダウンラインの方に対しての責任をどういうふうに取ってるのかなってことなんですよ。もちろんダウンラインを作った方にもアップラインがいるでしょう。私でもいいと思います。で、私は回答できないことがないと思います。今まで回答しなかったことがないんで。だからどんどん頼ってもらっていいんですけども、じゃあ自分自身が久保哲郎と同等のね、発信力を持ったりとか、それからダウンラインへのケアをしてるかって言ったらどうでしょうか。自信持ってやってますっていう人はあまりいないと思うんですよ。で、はっきり言って私はアップライン誰もいません。頼りにならないんですよ、一人たりともアップラインね。だから自分がやらないとしょうがないなと思ってるんですよ。ダウンラインじゃない、アップラインの人がだらしないから自分もできなくてしょうがないんですって全然思わないんですよ。私はもうアップラインも何人も何度も何度も上にいます。当然ですけどね、当然ですけど上にいるんですけども、誰がいるか知らないんですよ。誰がいるか知らないけども必要としてないです。自分がもうね、始めた時はあんまり影響力なかったですけども、どんどんね工夫しながら情報収集して解釈して発信してってことを繰り返して凡事徹底した結果今に至りますから、多分まあ例のやつの組織の中でもかなりの力を持つという、力を持つというのはね権力じゃないですよ、かなりの情報収集力を持って情報の発信力を持っているんではないかなと思うんですよ。で、私は事業説明会1年以上もう行ってませんけども、事業説明会の情報は常に手に入るようになりました。なぜなら私のダウンラインの方が事業説明会に行って久保さんこんな内容でしたよって教えてくれるからなんですよ、ね、ダウンラインの方にちょっと代わりに行ってもらうっていう風な関係を作ってきたか、これも人脈を構築してきたかどうかに関わると思うんですよ。では今振り返ってですね、人脈も作れていない、ダウンラインとの関係も全然できてないと。ダウンラインの方が家族とか身内とか友達だったらもっともっと頼みやすいと思うのにそれもしてないとかね。それからビジネスのセンスも全然上がってない。なぜなら想定問答してないんですよね。こんなことが起きたらどうしよう、こんな危機が訪れたらどうしよう、入金がなかったらどうしよう、ね、いろんなことを考えないといけないのにそれも全く考えずに、あ、連絡ありません、入金遅れましたみたいなのはなんだろうなと思いますよ。リスクヘッジをゼロでやってるんだとしたら、これはお金を預けるようなね、そんなことしない方がいいと思うんですよね、うん、で、反面ですよ。だからこれは例のやつの会社が遅れてることを許せってことじゃないです。それはそれで追求していきましょうよ。それはそれでね、自分のやることもちゃんとやって、そして追求もちゃんとすると。自分があまりにもね情報がない、事業にもあんまり参加してない、適当にやって放置している、しかも自分ではね力量を超えた金額を入れてる、こういう人へのサポートってのはもはやもういらないんじゃないかなと私は思うんですよね。それはもうあんた勝手に自分の責任やってくださいよって話ですよね。リスクヘッジもしてない、私の指導も全然受けてない、人脈広げるための行動もしてない、事業説明会も軽視しているの上になおかつ多くのお金ボーンといってるわけですよね。ちょっとそれはね上記をしてるんではないかなと思いますよね。もちろんそういう方ばかりではなくてね、本当にほとんどの方は私の言いつけを守ってね、ちっちゃい金額で行って、無理のない金額で行って、それでねやっぱりこう力量に応じたやっぱりこうなんですかね、儲けを喜んでいるって形だと思うんですよ。やっぱりね100万単位で行くって相当な資金力のある人じゃないとできないと思うんですよ。私はとても無理ですね。最初はやってましたけどね、最初はもうねもう死なばもろともみたいな感じで10万できたら放り込むみたいなことずっとやってましたけども、今は割とリスクヘッジってものを意識したりとか、他 の能力もね、私も FX はここ最近この1年2年で身につきましたけども、例のやつに依存しなくていいように FX を身につけて、もう FX があったらもういいやみたいなことになったりね、それからインドネシアの方まで行って銀行を開いて、そこの利率で利回りでやっていければもうこっちの例のやついらなくていいやみたいな感じで依存しないようにどん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 やってきたところもありますし、それをずっと動画でお見せしてきたところもあると思うんですよ。まあ、そういうふうにしてね、やっぱり自分のお金には自分で責任を持たないといけないかなと思います。でなければ自分の家族なんて守れないですから、結局何とも言いますけども、中小企業のやることっていうのは
お金に関して遅れたりね、失敗したりするんですよね。それは当たり前だと思うんですよ。私はいつも当たり前だと思ってます。大企業ですら潰れたりね、経営上としたりとか M&A が起きる中で、なんでね、一中小企業がやってることに絶対っていうね、確信を抱いてしまったりとか、自分の分を超えたお金をその見ず知らずの会社に預けてしまうのかとかね、それは私はそんなことをしろなんて全然思わないですよね。それは相当ギャンブルをしたい人はやればいいと思いますけども、ギャンブルをしてるんだったら私のサポートは期待しない方がいいと思います。ギャンブルへのサポートはしませんので、まあとは言ってもね、してしまうんですけどもねまあでも本当にね、自分でもできることはあると思うんですよ、いろいろと。でそのできる限りのことをすることの繰り返しが自分の力量を上げてくれると思いますので、誰かに聞けばいいやとか誰かに任せりゃいいってもんではないと思います。さあ動画でね、ちょっとこういろいろとぐちぐちと言いましたけども、例のやつの返礼金が一応ね、今日12日に入金されるよってことで、公式アナウンスいただいてましたけども、もしかしたらない方もいるかもしれません。正確には明日の朝の放送でね、募集しようと思いますけども、私が代わりに交渉するわけではありませんので、ただアンケートとして知りたいなと思ってるだけなんですよ。ですので交渉はもうね、ご自身で連絡先ももう分かってると思いますので、自分のね言葉でやった方がいいと思います。中にはね、私の交渉力じゃ伝わるかどうか分かりませんっていう方がいますけども、それは交渉力つけてくださいって話ですよ。私がいつまでもうずっとですね、誰かの代わりに喋るってことはできませんので、やっぱり自分でやっていくっていうことに徐々に移っていっていただきたいと思いますし、交渉力がどうしても身につかないって方は、私の動画をずっと見ていらっしゃるんだったら、喋る順番とかね、どういうふうに人の心を動かすかってことはそこに全てですよ。スピーカー講座とかっていうのをわざわざ作らなければならないのかなと思いますけども、それは希望があればやりますよ。どういうふうに伝えたら人の心を動かせるかとか、どういうふうにやったら交渉で成功するのか、それは私の講座を新たに新設してもいいと思いますけども、そういう声もないですから、まあやるつもりはないかなというところでございますね。というところでね、例のやつに限らずに、ビジネス、恋愛、人間関係、仕事、人生全てにおいて自分で始めて自分で終わるってことになると思いますし、たまにね人の力を借りるという時はあると思います。でもずっとは借りれないと思いますんで、もう本当に独立突破というかね、自分の力で生きていくってことを少しずつ私たちね一緒に身につけていきましょう。そのための速稼塾ですからね。私がいるからうまくいくっていうのが速稼塾ではなくて、学んでいって自分の力にしていく、そのためのカリキュラムであり講義であり、こういった毎日の放送でございますんで、その辺ねちょっとご理解いただけたらと思います。さあ最後になりますけども、事業説明会、レイナスの事業説明会に行かれた方は、中にはねすごくいい質問される方がいるんですよ。いい質問してこんな答えを引き出してきましたみたいなね、そういうのを私のところに送ってくれる方がいる。それは非常に嬉しいと思います。でそれを待つんではなくて、よし自分でも事業説明会に行ってこういう質問してやろうと、で質問に対する答えが来たら久保さんに送って全体でシェアしてね、で一つでも他の人の役に立てるようにしていこうっていう風な力が集まるとすごく心強いです。最初はね私一人でそれをやってましたけども、もうね一人の100歩よりも100人の一歩の方が力強いと思います。ネットワークビジネスっていうのは一人一人が知恵を出し合ってネットワーク作ることによって成功しますんで、自分は何もせずにね人からの情報を待つ、人からの判断を待つだけではネットワークビジネスっていうのはうまくいかないと思います。そういった形で私のネットワークビジネス攻略法は、どのように自分で動いて人脈を作っていくか、どのように自分で動いてビジネスのテクニックを身につけていくか、この2つのことに尽きるかなと思います。通常はですね、仕事をしてればこの2つっていうのはそこそこ身についていくんですけども、例のやつに関しましてはこの2つは自分でやらない限りは身につかないということをね、2つのリスクがありますよってことでお伝えしておりました。で今日は長くなりましたけども、深夜にもかかわらずこれほどね多くの方がご覧いただきましてありがとうございます。これからもね皆さんと一緒に考えていこうと思います。私が言うことってのはちょっと押し付けがましいかもしれませんけども、そうじゃないって意見があったらやっぱり聞きたいと思います。それも合わせて私もね考え方とか発信とか変えていくと思いますんで、一緒に、なんかねこの難しい時代を生き残っていきたいという気持ちは一緒でございます。それでは失礼します。ハロー YouTube。